様こんにちは、カヨマリノでございます。今日はですね、日経で資格と学びに関する意識調査というのがされまして、2023年の6月から7月にかけて948人にアンケートを行って、まあ、仕事なんかでですね役に立った資格を調査しました。その、ね、結果、役に立つ資格ランキングということでまとめられておりましたので、これをご紹介したいと思います。早速第1位から、プロジェクトマネジメントプロフェッショナル、PMP と呼ばれているんですけれども、これはですね、私の YouTube チャンネルでいろんなね、数多くの資格を取り上げてきましたけれども、初めて取り上げます。アメリカ初のものでして、まあ、3年から5年の経験なんかが必要で、35時間の、ね、研修を受ける必要があるとか、まあ、そういった資格です。で、まあ、もう名の通りで、ね、プロジェクトマネジメントに関する、まあ、資格でありまして、これはね、多くの方が非常に役に立ったと、答えたということでね、まあ、第1位にありました。で、第2位が MBA、これは、まあ、ビジネススクールなんかに行ってですね、まあ、取っていく資格で、まあ、アメリカではね、当たり前のように持ってるっていうところですけれども、日本でもですね、これが非常に役に立つということで第2位に入っていると、はい、いうことです。第3位が TOEIC 800点台。まあね、TOEIC をね、800点台まで持ってると、ね、までの、まあ、方であるとですね、まあ、非常に、仕事とかにもね、役に立ってくるところもあるんじゃないでしょうかということですね。そして第4位が一級建築士が入ってきています。合格率 21% ということで、ね、結構難しい。一級建築士はね、なかなか取ろうと思って思い立って取れるっていうよりは、やっぱりね、学校に通ってっていうところでね、結構ね、取るまでも大変な資格だというふうに認識しています。それ第5位が MOS、まあ、マイクロソフトオフィススペシャリストですね。これも、まあ、今の時代ではね、当たり前にパソコン使えた当たり前なんですけど、その能力の証明というのが難しい中で、やっぱ MOS 持ってるっていうところでね、一定の能力の証明ができると思うので、結構いい資格だと思います。それ第6位、TOEIC 900点台、まあ、これは、まあ、800と900じゃちょっと違うんですかね、まあ、ということです。そして第7位が技術士ですね。これ建設部門ということで、まあ、技術士の資格を持っていると、まあ、建設関係のね、ところで非常に役に立ったというカットですね。そして第8位が簿記2級ですね。まあ、簿記の資格は本当にね、どこでも重宝されるんじゃないかなと思います。まあ、会計事務所とかだけじゃなくてですね、経営をするにあたっても、やっぱ簿記の知識っていうのは経営者たるものを持っている必要性があると思いますからね、はい、簿記に関しては役に立つ資格で間違いないと思います。そして第9位が中小企業診断士、第10位が証券アナリストということで、ございます。まあ、証券アナリストは結構ね、難しいというイメージありますけれども、まあ、こんな感じで、役立つ資格ランキングは20位まで、ね、発表されていて、まあ、20位まで、今回10位まで、ね、ご紹介しましたけれども、その続きが気になる方はですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひ確認してみてください。まあ、本当にですね、これをきっかけになんか、ね、学び直すとか、大人になって、ね、何か学ぶとか、ね、ステップアップしたいという時に何かの参考になればということでね、今日はこちらをご紹介した次第でございます。ということで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。